皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。今宵はこれまで死者5名。さあまだまだ血が足りません。そこで本日のイベント渡瀬組プレゼンツ歴史的な極道の構想3連戦で再現いたします。3連戦何が始まる？知るか、俺たちは前座のカマスイヌだ。説明なんざ毒にされやしねえ。獅子道よ、あの5人渡瀬組で集めてきたんだろう。いっぺんに死なせちゃっていいのか。今夜のキャッスルを盛り上げるためですわ。それに全員がやられるとも限りません。へえ、なんか面白いのでもいた？ええ、期待の新人が一人。20世紀の終わり、大阪。近江連合の目をかすめ人々を苦しめていたのは国際犯罪シンジケートブルードラゴン。この夜町への無差別放火を企てていた。そこへ現れたのは若き日の渡瀬組長だ。こっちは丸腰だぞ。あのデカブツが渡瀬役ってことか。渡瀬組独立の創世ブルードラゴン壊滅作戦。我らの渡瀬組長が甘っかな花を咲かせます。マジか、こっちなんて無理だろ。ハンデをやる必要はなさそうだな。来い！
渡瀬組長倒れる。歴史が変わってしまいました。よーし、指導、あいつだろ、期待の新人。へい。せやけど、まだまだこれからですわ。さあ、歴史的な極道の戦い、次なる構想は2005年神室町。東条会を手中に収めんとする凶悪な極道、錦山明。無造無造の暴徒を煽り、いつしか神室町は暴力の渦に。暴徒たちの狙う男はただ一人、伝説の極道、堂島の竜、桐生一馬。手加減はしねえ。死にてえ奴だけかかってこい。人をおちょくってやる。さあ皆さん、傘はお持ちでしょうか。血の雨が降ってまいります。ご注意を。島の竜、桐生一馬、キャッスルに散る。なんと、またしても番狂わせ。今日の闘技場はまさに筋書きなしの殺し合い。ええぞ、上流、もう一遍生き残ったらご褒美や。上流、あいつがそう呼んでくれ言いませんで、本名は言うてくれんのです。へえ。次はあいつを桐生役にして伝説の喧嘩を再現しますわ。2006年冬、ある事件が起きていました。近江連合史上最強と謳われた伝説の極道が突然姿を消したのです。彼の名は近江連合直参、交流会二代目会長、合田隆二。その夜、神室町で合田隆二と桐生一馬、東西の竜が激突したと言われています。勝敗の行方は闇に葬られましたが、実は消えた合田隆二は今もどこかで生きているのではないか。もしかすると今夜、この場所に。さあ、リングが上がっていきます。先ほど桐生一馬を下した戦士、上流が新たに堂島の竜を演じます。ついに3戦目、もはや逃げ場はありません。
食うか食われるか、伝説の極道頂上決戦が今皆さんの前でよみがえります。見た目だけはいい線いってたかな。あいつは虎の意を狩るなんてまね、死んでもやんねえ。粋な出し物だったじゃねえの、シシド。やるな。恐れ入ります、会長。渡瀬組はよく見つけたよ。まだいるんだな、あの強さで。無名の男ってのがさ。この闘技場があるおかげですわ。ここは金と力を呼び寄せる魔界屋を持っております。お前おべんちゃらうまくなったよな。育ち悪いくせに。ありがとうございます。ほな、俺はイベンターのお役目がありますんで。